トンネル抜ければ海が見えるから、そのままドン付きの三笠公園で、あの頃みたいにダサいスカジャン着て、お前待ってるから急いで来よう、俺の話を聞け、5分だけでもいい、貸した金のことなどどうでもいいから、お前の愛した横須賀の海の優しさに抱かれて泣けばいいだろう。